地中海作戦戦域とは、アメリカ合衆国による第二次世界大戦のヨーロッパ戦線における北、アフリカとイタリアでの数軸国相手の作戦を示している。当初は北アフリカ作戦戦域と呼ばれていた。日本語では地中海戦域、北アフリカ戦域と記載されることもある。米軍の作戦戦域は、 1942年11月8日の統治作戦としてアフリカ北西の海岸に上陸した連合国派遣部隊から始まる。この戦域は1945年5月にドイツが降伏するまで31ヶ月続き、最後はイタリアのアルプスで終了した。なお、この地中海作戦戦域とは米軍の戦域の分類であり、米軍が参戦前に発生した。 地中海で生じた戦いは含まれない。地中海作戦戦域の作戦式はアメリカ軍とイギリス軍の作戦司令部を融合させた連合軍司令部で行われた。これは、ナトウ及びムトの管轄内での陸海空の作戦と軍生活動を計画実行した。この司令部は1942年9月12日にアフリカの北及び 北西海岸への米英連合の作戦の実行のため設立された。1943年2月、アフハックの影響力は、バーナード・モント・ゴメリー大将により指揮された、イギリス第8軍まで拡張されていた。イギリス第8軍は、エルアラメインにおける、戦闘の後西のチュニジア国境へ向かって、進軍しており、その国境には、イギリス第1軍を含むイギリス、アメリカ、 フランス軍がチュニジアの戦いを行っていた。最初、アフハックは1942年9月から11月までロンドンに存在した。1942年11月には、司令部はアルジェリアのアルジェに移動し、1944年7月までそこに残った。1945年4月まではイタリアのカセルタに、 最終的には1947年4月までイタリアのリボルノへ移動した。最初の連合国部隊の総司令官はドワイトディ・ D. アイゼンハワー大将であった。司令部の創設後、短い間、遠征の言葉は作戦の秘密の観点からその名称から外された。チュニジアでの戦闘、シチリア島侵攻、イタリア侵攻を指揮した後、アイゼンハワーはアフハックを残し、 1943年終わりに、連合軍のフランス上陸作戦である、オーバーロード作戦の準備を行うために、イギリスへ戻った。アイゼンハワーは、アフハックの指揮を陸軍元帥ヘンリー・マイトランド、ウィルソンに引き継いだ。ウィルソンの役職は、地中海作戦船域最高指令となった。ウィルソンは、突然死亡した、ジョン・ディル陸軍元帥のポストである。 統合参謀本部の長を引き継ぐため、1944年12月に、ワシントンに戻るまでの1年間式を取った。ウィルソンの後任は、陸軍元帥、ハロルド・アレキサンダーで、戦争終了まで最高司令官とアフハック司令を務めた。管理上では、合衆国の部門は1943年2月14日から、 合衆国陸軍北アフリカ作戦戦域司令部の配下にあった。イギリスの部門は1945年9月1日より中央地中海戦力総司令部の配下にあった。ムツズの司令部と CMF の総司令部は正式には1945年10月1日にアフハックから分離し、アフハックは統合司令部の解散に必要な活動のための 少数の人員のみ残した。アフハックは1947年9月16日のアフハックの一般命令24により9月17日に解散した。チャート12から1940年戦争省のドクトリンにより想定される作戦戦域における典型的な組織作戦戦域という語はアメリカ軍の軍事マニュアルでは進行を受けたもしくは 防御する陸及び海の地域、これは軍事作戦に付随する戦略的な活動を行う地域も含むと定義している。第一次世界大戦の経験から、それは大面積の陸地を扱い、連続的作戦が行われ、2つの主要な戦闘ゾーンもしくは戦闘が行われるエリアがあり、戦域の管理のために連絡ゾーンが存在する。軍が前進すると、 これら両方のゾーンとそれらを分けているエリアは、前方の新しい支配エリアへ移動していく。ジョージ・フ・ハウノース・ウェスト・アフリカ、シー・ジング・ザ・イニシアティブ・イン・ザ・ウエスト、オルガナイジング・ザ・チェーン・オブ・コマンド・オブ・ザ・ライド・フォース、センター・オブ・ミリタリー。ヒストリー、1991、メディカル、デパートメント・ユナイテッド・ステーツ・アーミー・イン・ワールド・オー、ツー、チャプター・セブン、 プリはアーミードクトリンフォーシアターバイ・ブランシュ B アームフィールド MA プリペアドパブリッシュドイン1963アンダーザ・ディレクション・オブルテナント・ゼネラル・レナード・ D ・ヘアトン・ザ・サージン・ゼネラルユナイテッド・ステーツ・アーミーありがとうございます